東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？地元出身の英雄が加入、本気で昇格を目指すシーズンへ。プレーオフ圏内を確保した1昨季に続き、昨季も安定した戦いで最後まで6位以内を争った。4年目を迎える柱谷浩一監督体制で築き上げた堅守とポゼッション基調の攻撃は円熟期に入っており、 J1 ライセンス取得が見込まれる今季は本気で昇格を目指すことになる。地元出身の英雄である本山雅史、2年ぶりの復帰となるエース候補池本勇気の獲得は覚悟の表れだ。本命不在ともいえる今季の J2 を引っ張る存在になる可能性も秘める。補強面と総合力それぞれの診断結果、補強診断 B、 実力経験ともに申し分のない補強、主力流出も防ぎ純粋な戦力アップに成功。鹿島で一時代を築いた本山雅史の加入はこれからより高みを目指すチームにピッチ内外で好影響を与えてくれるだろう。小手川幸喜、井上翔太らと構成する2列目のクオリティは J2 トップクラスだ。また昨季18得点の小松類、同じく13得点の原和樹の入流に成功し、さらに池本智樹まで加えた前線も同様に高いレベルにある。前田和也を中心に成熟しきった最終ラインにも石上直也という即戦力を獲得し、全体的な戦力アップを成し遂げている。総合力診断 B、 主力の稼働率次第では大躍進も若干の層の薄さは致し方なし。主力の顔ぶれを見る限り今季の戦いぶりが楽しみになる。風間幸喜と加藤貢献がタクトを振り、破壊力抜群の前線と2列目がコンビネーションを織り交ぜて攻め込む攻撃が機能すればシーズン序盤からリーグを席巻する可能性もある。守備の硬さは折り紙付きであり、たとえ出遅れたとしても多くずれすることはないのではないか。懸案事項は一部ポジションの選手層の薄さだが致し方ない面もある。指揮官のマネジメントで補っていくべきだろう。